皆さんこんにちは、天音アーティストのあゆこです。2017年11月10日、まあ、今月はですね、皆さん変身っていうことがテーマだっていうことをずっとお伝えしてるんですけれども、もちろん変身グッズっていうのは、まあ当然意識して買っていただきたいなと思うんですけど、私の場合だとちょっとね、こう割とコスプレするのとか結構好きなので、まあ年末間近のクリスマスに向けて、ちょっと何かグッズ揃えようかなみたいなとかね、そろそろそんなことを思ったりとかですね。あとそうじゃなくても、いつもと違う例えば、形の、お洋服を選ぶとか、色もね、いつもこんな色着たことないんだけど、これちょっと手に取って買ってみようかなとかね、見てみようかなとか、一回トライしようかなとか、これもちょっとした変身の、きっかけになると思うんですね。で、そういうちっちゃな変身っていうことから、まあもうガラリとね、イメージチェンジする、あ、これもいいかもしれません。ヘアスタイルとかを変えるとかっていうのもすごいいいと思うんですね。目で見て本当に、誰かが気づくような、そういう変化、それが大きければ大きいほどいいです。そういうものをちょっとこう意識していただきたいな、そういうものを、買っていただきたいなと思うんです。で、それとどんどんこのサイクルの、この大きな波のこのサイクルの周期は、どんどん体温とか、人の愛とかを感じていただきながら変身変化していただきたい時なので、誰かにですね、ちょっとしたプレゼントをするっていうものを買うのもいいと思うんですね。例えば、自分が、あ、これ食べたいなと思って買ったものをもう一個余分に買って、自分の大事な人にちょっとプレゼントするみたいな、そういうお買い物の仕方もいいかなと思います。今日を意識していただきたい天音カラーと天音ナンバーについてお話したいと思うんですが、今日はですね、紺色と数字は5です。で、今日はですね、この5という数字をちょっと意識していただきたいんですけど、5という数字はこれ自由を含まれる数字なんですね。ですから気持ちも開放的に、とらわれることなく、本当にこう変身っていうようなね、気持ちでね、今日一日過ごしていただけたら、もっともっと皆さんに、天音が、引き寄せられるんじゃないかなと思っております。天音アーティストのあゆこでした。